はい、皆さんこんにちは。今日は iPad 用のキーボードについて少しお話をしたいと思います。僕は2つ今までで購入しました。今画面に映っているのは Apple Magic キーボード、いわゆる純正のキーボードです。高いですね。47,788円、 Amazon の価格ですけれども、こんなような価格です。ですからいいのは分かっていまして、たくさんの方がこれはやっぱり最高だと言うんですけれども、僕はここまで手が出ませんでした。ですから純正キーボードと遜色のないということで、人気のグージョードックという会社のこれを中古で買ったわけです。中古だから悪かったということはありません。とっても綺麗な商品だったんですけれども、一番気になったことがほとんど字が見えなかったということです。はい、買ったものは Amazon のところに載っていたのと同じパープルというのを買ったわけです。このようにスイッチを右端にありますので、それを入れたいと思います。はい、このようにインジケーターが光って 91% 充電済みに今なっています。そして今紫色に LED ライトが光ってるんです。ちょっと変えてみましょう。色を変えたりするのはファンクションを押して、これを押すと色が変わります。今赤です、緑です、紫、今当てつっぽのように言っています。というのは僕はあまり見えないからです。部屋を暗くしようが何しようが、ほとんどインジが見えないんです。薄紫色と白の刻印ということだからかもわかりません。ちょっとキーボードカバーを外してみましょう。はい、こうするとちょっとは見えやすくなるんですけれども、まあせっかくこのようにキーボードカバーがあるわけですから、やっぱりしたいですよね。するとですね、さらに見えにくくなるわけです。まあ僕の目がそんなに良くないというのもある程度はあると思うんですけれども、まあこれが一番困ったことでした。ただし iPad 用のキーボードがないわけではなくって、ここにこのキーボードがあります。これは電池式でして Bluetooth で、そしてこの左に白いキーがありますけれども、3台のデバイスで使えるとっても優秀なキーボードです。ですから価格の方も少し高いです。でもこれはとっても優秀なキーボードだと思います。ここに iPad を立てかけることもできるようになっています。このロジクールの K780 マルチデバイスキーボードというのは、 iPad とかスマホを立てるようなスタンド機能も備わっていまして、画面にあるように立てかけて作業ができるようになっています。さあこれからが今日の本題です。昨日届きました iPad 用のこのキーボードです。価格が3998円と4000円弱ですね。これでほとんど同じような機能ができます。ただし今までどうしてもこのタッチパッド、これの精度が悪いとかいうことで、先ほどから紹介しましたグージョードックのキーボードが皆さんに重宝されるのは主にタッチパッドのところです。ただし僕がやってみたところ、ヘビーユーザーじゃないからかもわからないんですけれども、あまり気になりませんでした。もしくは2024年版というふうになっていますので、かなりタッチパッドが改善されたのかもわかりません。これの特徴というのは、ここにペンのホルダー、いわゆる磁気のホルダーがありまして、アップルペンシルを充電もできます。そしてなんとこのキーボードというのが外れるんです。このように移動して使えますので、自分のスタイルに合った形でできるということで、このケース一体型というのが多い中で、こちらが外れるようになっています。もちろん iPad のこれも少しひねると外れるようになっているわけです。そしてこのように溝がありまして、角度が3段階で調整ができるようになっています。滑りませんので
まずまずしっかりしています。そしてここにこのようにキーボードを置くわけです。このキーボードも置くだけというよりも磁石がついていまして、しっかり固定されるようになっています。直したり携帯するときですね、この時はこのように立てまして、そしてこのキーボードを一番奥の方に当て込みます。そしてこちらをペタンとこのように折りまして、ノートブック型になるわけです。ただしそこそこ重さはあります。重さは 680g というふうに Amazon の方ではなっています。 iPad とプラスすると1キロを悠々超えてしまいますので、軽いとはお世辞にも言えないと思います。ですけどカバンに入れて持ち歩けない重さでもありませんので、そこは僕の場合はあまり気になりません。まあ、それよりも今回一番重要なのはキーボードの印字が見えるか見えないか、ここが僕にとって一番重要で、これを買った理由でもあるわけですから、俯瞰カメラで見てもらってもとってもよく見えます。グリーンのちょっと濃いめの色にですね、白い刻印がしていまして、かなりはっきり見えます。近づけてみるとこんな感じです。とっても見やすいですよね。これと比べてみたら雲勢の差です。これだけでも僕は買ってよかったというふうに思っています。これにはファンクションキーも一番上の列についていまして、 iPad のホーム画面を出すときなんかはこの一番左上、これを押すとホーム画面に戻ることができます。例えば文字をコピーして貼り付けたりするような時も、目的の場所でトリプルタップをすると一行全部が選択したりできます。それをコピーをして、そして貼り付ける、はい、同じ行がいっぱい貼り付きましたけれども、こういうふうにコピーペースト、カットペースト、そういうようなこともできるのでとっても便利です。そして明るさを変えたりすることもできます。はい、こんな風に画面の明るさはいつでも変えたり、あとはオーディオ関係ですね、ボリュームを変えたり、そして再生をしたりというようなこともできるようになっています。また一番肝心のトラックパッドの話ですね。例えばマウスポインターは動くのは当たり前の話です。そしてスクロールは2本指でこのようにすると画面のスクロールができるようになっています。ここらは Apple のトラックパッドと同じような形ですね。そしてホーム画面に戻ったりするのは3本指、はい、このようにできたり、3本指で横にスライドさせるとアプリケーションを切り替えたりできるようになっています。このようにリスト出たらですね、選択をするとこのように切り替えられますし、こうして止めている時に右に左に動かせばいけるんですが、ちょっとここの感度が強すぎて自分の思うようにいきません。一つずつ送るのはとっても楽なんですが、この画面でキープするのにはちょっとコツがいるようです。ここで選びたいんですけれども、ちょっと動かすとこのように切り替わってしまいますので、この辺のところは改良が欲しいですね。例えば2本タップをすると右クリックのようになりまして、サブメニューがこのように出てきます。コンテキストメニューとかいう名前でも読んだりしますけれども、このようにサブメニューが出て選択ができるようになります。合計9つのジェスチャーがありますが、このように自由に動くのは当たり前ですので、機能としては8つのジェスチャーが使えるということです。まあこれのところも大きな不満はありませんが、先ほどの3本指でアプリケーションを切り替えるところがちょっとコツがいるなというふうに感じました。今回は宮城ドックのキーボードからこのブランド名もないような激安のキーボードケース、これを買いましたが、当初の目的の何せキーボードが見やすいか見やすくないかということが
完全に解消されましたので、自分の中では満足です。まあ、皆さん、ご自分の使い方により、最高級のアップル純正キーボードから、みんなに人気のあるグージョードックのキーボード、もしくは僕のように格安でも自分の使い方には合ったキーボード、これで満足する人間もいますので、選び方というのはそれぞれですけれども、今日のレポートも一つの参考としてお役に立てれば幸いです。では今日も長い時間聞いていただきましてありがとうございました。またねー。